第5課では、えー、こういった14の漢字を紹介しますまず最初の漢字ですけれども、えー、この漢字意味はですね「by means of」お話はないんですけれども、えー、これ5つの、えー、と5 stroke ですので1 2 3 えー、4、5という、えー、それぞれワン、えー、ストロークですので気をつけてください。で読み方なんですけれども音読みで「い」という読み方がありますで。これはちょっと by means of とちょっと関係ないんですけれどもよく「えー、more than」とか「than に」に、えー、関係する例えば「以上」「more than」それから「以下」「less than、えー」それから「以来」「since」それから「以外」 except それからいない、within こういった使い方をしますそれからですねこれはちょっとイリオマティックな表現なんですけれども異心伝心という言葉がありますこれは tacit understanding or communication 日本人は異心伝心が得意ですこう何も言わなくてもお互い理解できるというような意味ですそれから えー、訓読みでも、えー、という読み方があるんですけれども何々を持って by means of、えー、という意味なんですけれども、えー、ちょっとあのこれもフォーマルな言い方なんですけれども、まあ、これを持って会議を終了します。We will conclude this meeting with this とかあとですねよくあの本日を持って退職します。Uh, with today Um, I will retire.、Uh, とかですね本日をもって閉店します。えー、店を closing the store、えー、こんな表現もあ,あります。次の漢字です、えー。この漢字ですけれども、意味はメリット、それからサクセスという意味があります。で この漢字の部分なんですけれども、こちらの左、えー、このラディカル、意味としては、work とか craft の意味があります。そして、この右側、これは strength ですよね。so, work with all your strength for your success, for merit という意味です。で、えー、読み方なんですけれども、えー、音読みで、こうとかく、く読みはありません、えーで。例えば、成功する、これ、to succeed。 成功の反対は失敗ですよね、えー、これそれから年功序列というちょっと難しい言葉ですけれどもこれは r ニオリティシステムというあ例えば日本の会社では年功序列の制度をとっています、えー、とこういった言い方をしますあと功績これアチーブメントという言葉です では、次の漢字です、えー。この漢字の意味ですけれども、意味は lose とか slip の意味があります。でこのパート、これ大丈夫ですね。これは arrow の意味です。So,、uh, this arrow missed the target and, and kind of, you n o know, appard, kind of slipped and sticked up、えー、という、まあこんな覚え方で大丈夫かと思います。読み方なんですけれども、音読みで質 という読み方があります、えー、例えば失礼するこの「礼」というのはこれはいいですね polite の,あの意味ですそれを失う to lose そ、so, う失礼するこれ to be impolite、えー、で失礼します、えー、それからどうも失礼しましたどうもすみませんでしたあの失礼しますっていうのは例えば先生のオフィスに入るときとか、えー、そんなときにも使いますよね それから失業するこれは仕事という意味です。So, 仕事を to lose、so,、to become unemployed。それから失望するこれは希望の棒、hope の意味です。so hope を lose、失望する、to be disappointed。particle なんですけれども、あの人には失望しました、にというのを使います。あと失敗するこれ to fail、反対は 成功する。さっき勉強しました。それから、えー、これパーティクル。仕事に失敗しました。ここもにを使います。訓読みですけれども、失うという読み方があります。仕事を失った。I lost a job。それから、大切な人を失った。I lost an important person。こんな使い方をします。 えー、次の漢字です、えー、この漢字ですけれども意味は to be とか exist の意味ですで、えーと。この漢字のパート大丈夫ですよね。えー、とこれは、まあ、person このパートですけれども、person。えー、それから earth and、uh, suppose this is heaven. So people、uh, exist between heaven and earth というので、まあ、exist とか to be という意味です。 読み方ですけれども、音読みで在というのがあります。在学する。これは学校の学ですよね。で、to be enrolled、えー。これはスクールの,あの、えー、シチュエーションです。それから在宅する。これは to be at home。それから存在する。これ to exist。 え滞在するっていうので to stay、えー、例えば、何、えー、ですか、日本に滞在します。こんな言い方をします。それから、現在、これ、プレゼント。それから、不在、えー、これはいないという、これ、ネガティブですよね。ですから、be absent 訓読みなんですけれども、これ、あるなんですが、あ,のある、いる、えーまあ、これはひらがなでも、えー、みんなの場合、大丈夫です。 はい次の漢字です、えー、この漢字ですけれども意味は r i ス e、えー、それからこの漢字を使ってですねアメリカという意味も、えー、表しますであのコンポーネントなんですけれどもこれここの部分はこれ8、えー、それからこれは10ですよね、えー、そしてこれ8なんですけれども、えー、日本でですねその,あの in Growing Rice、えー We have to like, take a lot of cares.88、so, 回の,あの何ですかプロセス、c a r リングをしなくちゃいけないというので、これで88、まあ、equal r i g ライスという、こんな覚え方を、えー、日本人の子供たちはしています。読み方なんですけれども、えー、これ音読みで、米とか米というのがあります、えー。これ米国、これアメリカという意味です。 それから欧米この最初の王なんですけれどもこれはヨーロッパですから欧米というのでヨーロッパとアメリカそれから北米これは北ですよねそうノースアメリカ南米これはサウスアメリカ日米というので日本とアメリカという意味ですでこの米という読み方で、えー、ライスの意味が出てきます例えば玄米というのは unpolished rice それから、精米っていうのがポリシ d r ライスです。で、訓読みの方で米なんですけれども、もうこれは大丈夫ですよね。ライスの意味です。次の漢字です、えー。この漢字ですけれども、意味は、uh, believe とか trust、それからメッセージという意味も、うん、あります。 で、このパートこれ大丈夫ですねこれ person それからこのパートこれは words とか something to do with saying なんですけれども So a person is believing of words of someone else、まあ、これで believe trust という意味があります読み方なんですけれども音読みで信、えー、訓読みはありませんで、例えば信号いいですかこれ traffic light ですそれから地震 self, これ、まあ、trust, self-confidence ですよね。よく、えー、自信があります。Uh, I'm confident、uh, とかっていう感じですね。それから信用するこれは to believe、えー、よく彼女のことを信用しています。I believe in her、uh, それから信頼する to trust、えー、彼女のことを信頼しています。I trust in her とかっていう、えー、これどちらも transitive です。それから 返信するこれ to reply の意味ですはい次の漢字です、えー、この漢字ですけれども意味は visitor それから customer とか guest の意味がありますで えー、この上のラディカルこれは大丈夫ですねこれは、uh, shhape of a roof of the house というので、まあ、house roof の意味です、えー、それからこの下のパートなんですけれどもこれ意味としては each という意味があります so each person or everybody who comes to the house you have to treat like a guest、えー、というのでまあ、意味としてはゲストとかカスタマービジターという意味です読み方ですけれども 音読みで客、客という意味があります。訓読みはありません。で、客というので、これゲストとかカスタマー、よくお客さんと言います。それから客席、これはお客さんのための席、s e トというので、s e あの特にティアターなんかでよく使われます。それから来客、お客さんが来たというので、visitor。それから乗客、 これは乗り物に乗るですよね。パッセンジャー。それから観光客。これはトーリスト。観光する。トゥアーの意味があります。So, 観光客。これトーリスト。Tourist. あと、ナアジェクティブで客観的なというのがあります。これオブジェクティブ。Objective. その反対なんですけれども、まあ、主観的な、これサブジェクティブという言葉もあります。 では次の漢字です。この漢字ですけれども、意味は to flow、それから current、それから style の意味があります。で、この左のパート、これは大丈夫ですね。これ water なんですけれども、この右のパート、これ by itself means like flowing. So water is flowing というので、flow、それから current、これはあの water current のことなんですけれども、読み方ですが、 流とかるがあります例えば流行するこれワイドスプレッドこんなスタイルが流行していますとかあと病気なんかで、まあ、風が流行しているから気をつけてくださいこんな使い方をしますそれから上流というのでアッパース e a m という意味もあるんですけれどもアッパークラスという意味もあります えー、下流、この反対ですよね。ダウンストリあまたはロワ、えークラス、コンテクストによってこれは判断してください。でえー、上流階級、階級っていうのは本当にクラスなんですけれども、この時には本当にアッパークラス、上流階級と下流階級、えー、こんな使い方もします。あと、一流、これはトップクラス、トップッの意味です。一流の女優です。 アクアーアクスそれから電流これはカレントっていうんですかエレクトリックカレントの意味です訓読みなんですけれどもイントランスティブ・トランスティブのペアがありますイン,イントランスティブ何々が流れる例えば電流が流れるそれから水が流れるそれから トランシ i v e 何々を流す。まあ、これは to drain とか run なんですけども、電流を流してください。電流これいいですね。エレクトリックカ r レントを流してください。Uh, run the electricity のような感じです。それから水を流してください。こういう使い方があります。 はい、では次の漢字です、えー。この漢字ですけれども、意味は to acquire, gain, profit の意味があります。で、ちょっと漢字のコンポーネントを見てみましょう。えー、このラディカル、これは大丈夫ですね。これ、to go という意味があります。えー、それから、この右側の、えー、下のパートなんですけれども、これ、これはですね、a little とか short period of time の意味があります。 それからこれ上の部分これ sunrise So in order to get something good there is a short period of time right after sunrise so you must go that time というそんな意味ですこれ to acquire、uh, という意味です読み方なんですけれども音読みで得という読み方があります例えば得なこれな adjective です economical とか profitable よく使われるのがお得な食品、えー、といいますあ。ごめんなさい、商品、えーと、プロダクトです。それから、えー、得意な、これ勉強しましたね、be good at。それから、えー、その反対は苦手な、be poor at、えー。あと、お得意さんというので、good customer、えー。よく来てくれるお客さんという意味です。えー、それから、所得、これは income の意味があります。あと、 説得するこれ to persuade someone 例えば両親を説得したそれから田中さんに大学院に進むように説得した I persuaded 田中さん to go to graduate school というこんな使い方をしますあと習得するというのは to learn to acquire 例えば外国語を習得するのは難しい それから獲得する。これ to obtain, to acquire. 訓読みですけれども、えー、得る、えー。これ売ると読む,あの読む人もいるんですけれども、まあ、得る。これで大丈夫です。例えば、えー、その地位を得た。to gain, to acquire の意味です。奨学金を得た。それから得がたいということは使い方があります。これは hard to get。例えば、彼の同意、コン,コンセント。 彼の同意はえがたいこんな使い方をしますはい、次の漢字です、えー、この漢字ですけれども意味は to be defeated という意味がありますで、ちょっとパートを見て、えー、いきましょう あのこのコンポーネントなんですけれども、I、uh, imagine、uh, there's a hand and some tool.And meaning と to しては、まあ uh, hit lightly、uh, with a tool というで。左側、このラディカルですよね、えー。これは shell という意味です。So if you hit a shell lightly, it can be broken, be defeated という意味です。で音読みなんですけれども、はいというのがあります。 えー、勝敗これは victory or defeat、えー、これが勝つというので victory それからこれが負けるというので defeat それから敗戦、えー、これ戦争の戦、uh, です、uh, war ですか so defeat それから失敗する to fail、えー、反対は成功する、えー、訓読みなんですけれども破という読み方があります例えば、えー、破れる、えー、これ intransitive です えー、何々日本チームに破れた lost to the Japanese team そのカウントーパート、transitive verb では何々を破る to defeat という例えば日本チームを破った to defeat the Japanese team そんなあこんな使い方をします 次の漢字です、えー、この感じですけれどもい、えー、意味は number とか count の意味がありますで。ちょっとコンポーネントを見ていきましょう。えー、これ大丈夫ですね。女の人の女です。えー、それからこれ、えー、ここの部分、えー、勉強しましたけどこれ、rice の意味ですよね。それからこの右側、さっき勉強したこれ何かこの hand with a tool. So a woman is counting rice with some sort of tool in hand というので、まあ、number とか count の意味があります。で、音読みでは数とか数というのがあるんですけれども、例えば数学これ e マ a t ックス、それから数字これ numeral、number、それから算数これはアリスメテ t i ク、多数これは数が多いというので、great number、uh, or majority、少数これは数が ナンバーが少ないというので few minority それから odd number even number というので奇数偶数という言葉があります、えー、それから人数これは人の数 number of the people 訓、えー、読みでは数とか数えるこんな読み方をします数これはもう number です,ですかそれから数えるこれは t r a n s verb です to count えー、例えば、えー、客の数を数える。The, uh, to count the number of the customers. こんな使い方をします。次の漢字です、えー。この漢字ですけれども、意味は To continue という意味です。 でコンポーネントなんですけれども、えー、この左の radical これは yarn とか threat の意味があります、えー。それからこちら右側これは to sell 売るという意味なんですけれども、まあえー、you need to continue selling the threat という、まあ、これ continue という意味です、えー。音読みなんですけれども、続、えー、例えば継続する to continue、えー、それから連続する これは、to occur in succession。それから、接続する、to connect。訓読みでは、続く、続という読み方があります。例えば、これ intransitive なんですけれども、続く、to continue。ゲームは今も続いています。それから、transitive counterpart で続ける。これは、このままゲームを続けてください。 continue the game as is、uh, という感じです。これはおです。こちらは intransitive です。それから、手続きという言葉があります。これプロセジャーなんですけれども、よく使うのが入学手続き。プロセ u r e for、uh, entering school、uh,。それから入国手続き。国へ入るためのプロージャー、uh, 手続きという使い方です。 はい、では次の漢字です、えー。この漢字ですけれども、意味は to increase の意味があります。でちょっとコンポーネントを見ていきましょう、えー。このコンポーネント、これいいですね。soil の意味があります。土曜日の土です。えー、それからこの下のパート、これは sun。so good soil and lots of sun are necessary. in order to increase the growth of crops in the rice field. これ rice field. そ,そしてこれが crops. 全部で、まあ、to increase の意味があります。読み方なんですけれども増を読みで例えば増加する to increase. それから増大する何々が増大するこれイントランシブです。to increase in size. それから増減する これは to increase and decrease.、Uh, それから増税する。これは税金 taxes という意味です。so to raise taxes。それから急増する。Uh, これは急に uh, rapidly uh, に increase. to increase rapidly. それから倍増する。この倍っていうのはダブルの意味があります。So, 倍増する。to double 例えば、uh, 人口が倍増しました。という。 あと、訓読みの方なんですけれども、えー、イントランシティブ、トランシティブのペアがあります。えー、増える、えー、これイントランシティブなんですけれども、例えば、人口が増える、the population、uh, increases。それから、増やす、こちらは、トランシティブです。to increase something。例えば、えー、学生数を増やす。いいですかを？を使ってください。パーティクル、気をつけてください。 えー、ではレッスン後の最後の漢字、えー、この漢字です、えー。この漢字の意味ですけれども、意味は100 million という意味があります。で、コンポーネントなんですけれども、この左側、このラディカル大丈夫ですよね。これ、person とか people、えー。それから右側、このパートなんですけれども、これ、意味、まあ、intention という意味があります。 So, person's intention is worth 100 million という、まあ、hundred million という意味なんですけれども、えー、音読みで億というのがあります。訓読みはありません。えー、1億、えー、これで100 million。例えば、1億円、100 million イエン。それから、億万長者という言葉があります。これ、ビリオネアです。例えば、ビル・ゲイツは億万長者です。まあ、こんな使い方をします。